ジョバンニ・パオロ・パンニーには、イタリア出身の画家、建築家、ピアチェンサで生まれた。舞台美術家となるべく訓練を受け、ボローニャの画家がリーダー、ビビエーナので死であったと推定されている。1711年に、ローマに移り、ベネデットルティに学んだ。ローマでは、ベドゥータを得意とする画家、カナレットと知り合い、影響を受けた。ローマでは、 装飾画家として知られるようになり、ヴィラ・パトリジーやセミナリオ・ロマーノ、パラッツォ・デ・カ・ロリスの装飾を手掛け、ベドゥータの描き手としても知られるようになり、ローマのパンテオンなどの遺跡の景観を描いた。また、肖像画やローマの人々も描いた。1718年に、教皇庁文芸アカデミー、ポンティフィーシア・インシグネアカデミア・ディ、ベルアルティー、 レタラトラデイビルトゥ・オージアル・パンテオンの会員となり、ローマのアカデミア・ディサン、ルカやザイ・ローマ・フランスアカデミーで教え、ジャン・オノレ・フラゴナールらに影響を与えた。1732年に、フランス芸術アカデミーの会員に選ばれた。フランスの画家、ユベール・ロベールや息子のフランチェスコ・パンニーニがパンニーニの工房で修行した。主要な作品、アルジェンティーナ劇場の音楽祝典。 なぼな広場の祝祭の飾り付け。古代ローマの景観図のギャラリー。現代ローマの景観図のギャラリー。ありがとうございます。